物見山駐車場に来ています。2024年8月17日です。いや暑いですね。ちょっと散歩してきます。いやこの林間はね涼しくていいんですけどね。まあいつも歩いてるところですけどね。31.9 度かな、温度計は。まあ、今出したばっかなんで。いやー見事な谷です。石坂のね森の分岐のところまで来ました。いやー険しいですね。33.1 度ですね、今ね。いやー昨日の雨が少しね残ってますね。路面が濡れてますね。日当たりがいいところが書いてますけどね。いやーちょっと歩いただけでねもうヘロヘロですよ。この見晴らしの丘に上がって、急だな。ちょっと富士山を眺めたいと思います。頑張ります。今ね急登登ってきたらねきついです。いやちょっと緩くなったんで少し楽ですからね。途中でちょっと休みましょう。そこですね、いいか。あ、下界がね少し見えてきました。こんな感じなんですよ。急でしょ。はい、いやでもいい森ですよ。頑張ります。はい、見晴らしの丘です。これ今ね登ってきたところをね振り返るとですね危険歩行禁止になってるんですよ。不思議ですよ。はい、南大山、日光白根、ね、赤城山ですね。あ、見てますね。こちら側はどうでしょう。立山と後ろが丸山ですね。ルクオさんの頭が見えてる。小餅山と、こんな感じですね。いやーきつい。よし、富士見のねポイントにねちょっと移動します。いやーいいですよ。こんな感じのね骨道なんですけどね。そこはねすぐ富士山ビューポイントなんですよね。あ、下の道路あんな下ですよ。ここでもね海抜139m って書いてあるんですよね。富士山って書いてあるんですよ。夕焼け富士見って書いてある。見えますね。はい、大竹さんの右側ですね。はい、こんな感じです。はい、ああ向こうさんだ。それでは戻ります。やっぱりねいいですね。向こうさん後ろ映ってるし、富士山と大竹さんのね、手前の大竹さんのね、どこが弓立山でしたっけ、その辺でしたっけね。では帰ります。暑いですね。何度だろう、 33.3 度になりましたね。はい、今日はね緩い方から下ってます。最近ここですね、下りはね。こちら階段なんですね。いつもね右側どっか通ってましたんで、こっちですね、階段じゃないよ。これがもうなかなか難しいな。はい、こんな感じです。暑いですね。やっぱりね路面がね濡れててね滑るんですよ。やっぱね日陰って乾かないんですね。いやそう思いました。いや暑かった。
温度計は34.5度になりましたね。はい、到着です。